皆さん、こんにちは。動画見に来てくれてありがとうございます。今回も青鬼2やっていきたいと思います。前回はですね、ちょっと、いきなり出てきてパニックっちゃって、悔しい思いをしたので、ちょっとこれからもやっていきたいと思います。それで、体重計と3つのいろいろな置物が置いてある。なるほど、これはわからない。なんだろう、2、6、なんだろう、それ。11、2、6かな。さあ、こっちに。うおー来たー、また来たー。ちょっとペース速くないですか。あー、ダメ、ちょっと待って。女子トイレ。はい。ダメ、ここで終わらせられない。はい。よーしゃー。よーし、これで挽回しましたよ、皆さん。あー、怖い。ちょっとこっち行ってみようか。こっちはどうだ？給食室の鍵。やばい。絶対出てくる。はい、ここでセーブ。さあ、こっから。ネズチュウ。あー、逃げた。ネズミが何か持っていった。やめて、ネズミさん。返して、ちょっとそれ。必要なの。あのネズミ、何か持っているよね。捕まえましょう。さあ、来た。あ、わ、思い出した。わかった、ここ。懐かしいですね。だから。そこを動かせるのか？ここで。で、こっちの。で、多分3つもいらないと思うんだよね。へい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 。へい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 。で、こう。はい。さあ、ネズミさん。ちょうだいよ。さあ、追い込められてって。あ、しまった。あ、下手くそ。もう一回。ネズミさん。ネズミさん。はい、捕まえた。これを加えて逃げていたのか。オイルライター。あ、待て。ネズミには逃げられた。で、それ以外、ここの給食室には確かなかったはずね。あ、意外となんかちょっと覚えてるね。ただ、なんかもう謎解きに関してはほとんど覚えてないからちょっと心配。さあ、セブ。このステータス値がさ、本当に、なんか、意味あるのか気になるよね。怖い。キャー！先生！あ、先生、どこ行く？はい。うわぁ。あ、先生がどっか行ったな。そんな別に、青鬼と会うの、初めてじゃないのに。さあ、じゃあ、ま、こっち行っちゃったから、ついでにこっち行こうか。そうですね、こっちには何もなし。さあ、ここで、お、あれだね。で、こっちの箱。小さな引っかかりがある。ここを回せば開くのかもしれない。特に持ってないよね。そうだよね。さあ、でもメモ、なんで？あれ、開けたよね、俺。ちょっと怖いんだけど、やめて。さて、なんかでもそろそろ出てきそうだよね、またね。さあ、ここで、あ、ない。腕がついてないようだ。で、多分、こっちで、あれだよね、流れ的にはあるよね。白い六方体。これが、なんか、これがオイルライターみたいので。どう？あ、で、何もない。まあいいや、一回セーブ。さあ、で、こっちがアンチになってて、で、こっちはどうですか？あんましうろつかない方がいいかな。あ、針金。何かあった。で、なんか鬼が出てくる頻度がすごい高そう。怖い。引き出しがロックされてる。11、2の6。11、2の6のこのメモ用紙は何関係あるか。あー、わかった。星四角。星四角。で、2が三角。
三角。この手の謎解きはね、やっぱりもう手慣れたもんですね。ああ、よかった。引き出しに入った何かが入ってる。エタノール。このエタノールが、アルコールランプかな？うわあ、また来たー。よし、あ、やべ、ここ入れたか。くっそ。じゃあちょっと女子トイレに。さあ、ああ、チャンス、はい。ああ、よかった。とりあえずまだ逃げ切れたぞ。さあ、これで、もう一回戻りの、エタノール、多分消毒用エタノールで、多分、ランプはそうでしょう。そうだよね。中に何かある。小さな鍵。ライターの火がつかなくなった。ライターのオイルがなくなったような。ということはまた使うんだね。さあ、小さな鍵を、あ、ここで使うんかい。わあ、出てくる。絶対出てくる。やだー、このさ、あの光取ったらさ、絶対出てくるよ。ああ。接眼レンズ？ああ、来ない。このさ、BGM がさ、やむと出てくるっぽいから嫌なんだよね。で、多分、この接眼レンズなんか使うでしょ、どうせ。さあ、10円玉ゲットして、できたので、ここだったね。で、小箱あっちかな？で、これ、10円玉か？はい。スライドガラス。さあ、こっから、さあ、顕微鏡を覗いちゃってみましょう。ここの謎解きちょっと時間かかったな。やばいやばい。これでセットして、真っ暗だ。セットして、覗いてみた。9723。OK。あ、今、ちょっと待って。今ね、今ね、BGM がなくなったんですよ。BGM がなくなったってことは、ああ、来ない。来ない。ああ、よかった。さあ、これで9723。近くで扉の音が聞こえた。セブ。さあ、こっち行って。ああ。ここ絶対崩れるじゃん。なんかハンマーとかでやる？鍵型。これこで針金だっけ？お、できた。針金ゲッチュ。で、これで。おお、こんなんで鍵開くんかい。セブ。さあ、ここまで来たら、これ動かせない。さあ、こっちは入れる。うーい。お、おぎ。わあ、たけし、誰かと思った。無事でしたか。早いところここから出ましょう。おい、化け物が。たけし？たけし。たけしをなだめよう。ありがとう。ありがとう。そうだ。これさっき護身用に拾ったんだ。俺は歩けそうもないからしばらくここにいるよ。みんな探してきます。ここでじっとしていてください。ハンマー、いいのか渡して、本当に。ガタ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 。あー、たけし、お前さ、前回もそこでガタガタしてたじゃないか。同じ過ちを繰り返すつもりか？さあ、だいぶ長く続いてしまったけど、とりあえずやられるまでなので、やっていきましょう。で、ここでハンマーを使います。いくぜ、ダイナミックニューテン。さあ、こっち入りの、ここに、おお、開いた。あ、よ。で、2階かな？うわ。いや、でもここに、あそこにロッカーがあるってことは、絶対ここで出るんよ。あ、びっくりした、今。おい！あそこがなんか、変なところだね。ちょっと待ってね。でも待ってね。これさ、本当にこれ一つずつ調べないとさ、アイテム見つかんないからさ、ごめんね。あ、いいよ。で、こっちがなんか壁に違和感がありますね。か？おー、いきなり剥がした。お皿とかいらないんだね。でも、ということはですよ、皆さん。こっから先に青鬼出てくるってことですからね。よし、行くぞ。ほら、来たー！さあ、一瞬で、
っかりとロッカーまで最短距離に。さあ、なかなかこれもクリアできないけど。はい、行くぞ。オッケー。いやー、ちょっとね、初回一発目で、結構ビビっちゃったからだけども、だいぶあれだね、余裕を持ってできるようになってきてますね。3回まで、そしたら来まして、これなんか空いてるだろうね。そうだよね。あー誰だーこいつ青鬼おっちゃん、どこだここは、ここは、アンチわかんない、アンチわかんない。こっちであったはいおー終わったー、よかったー。ふぅ、あのヒゲ面何だったんだろうね。いやー、ちょっと謎多く残しますが、ちょっと一回じゃあここで今回は終わりにしましょうか。だいぶ長い時間やってるのでね、ここで一回締めさせていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。こんな感じで、ね、動画投稿していくので、よければ次回もぜひ見に来てください。ありがとうございました。